トゥバ共和国ロシア語、トゥバ語、トゥバ共和国はアジアの中央部に位置し、ロシア連邦を構成する共和国の一つ。1990年12月12日、トゥバ自治ソビエト社会主義共和国はソ連最高会議、第7会議で国家主権宣言を採択し、1991年11月に独立を宣言した。東はブリアート共和国、南はモンゴル国、 西は、アルタイ共和国、北西は、ハカス共和国、北は、クラスノヤルスク地方、北東は、イルクーツク州と接している。この地域は、クラスノヤルスク時間帯の標準時を使用している。時差は、アトックプラス7時間で、過時間はない。トゥバ共和国の風景北は、サヤン山脈によって、ハカス共和国、クラスノヤルスク地方と接し、南はほぼタンデ山脈によって、 モンゴル国と接する、国内を流れるほとんどの河川は、エニセ川の水系である。主要河川は、ウルグヘム川と、その左岸支流のヘム地区川である。さらに上エニセ川は、崩れ市で交流する、B イコールヘム川とカーヘム川よりなっている。共和国には、多くの湖が存在する。サヤン山脈と、タンデュ山脈に挟まれた、大きな盆地とも言える地勢で、 盆地の平均標高はほぼ1000メートル。最低標高は、ウルグヘム川が、クラスのヤルスク地方に流出する550メートルで、最高地点は3976メートルの、ムーンギュン大河山である。この地域は、新代のタンヌーラン海に相当する地域で、元滅亡後は、オイラトのジュンガル本体時刻とホトゴイドのハルハの、アルタン半国に支配される、複雑な歴史を送ってきた。 新代になると、オイラトと東、モンゴルを支配するハルハに対してキヨシがタンヌーリアン海をめぐって争った。1755年に、権ー手がジュンガル本体時国を滅亡させて、キヨシがタンヌーリアン海を併合した。しかし、干渉国となっていたジュンガルが亡くなったことで、ロシアの進出が始まった。1727年のキャフタ条約をきっかけに、 新朝が国境警備兵をサヤン山脈からタンズ山脈に移していた。1839年になると、ロシア帝国がこの地域に入植を開始し、サヤン山脈に2つの金鉱山を開いた。それでも1911年の侵害革命まで、名目上は真の領土であったが、ロシア帝国はトゥバ人の分離主義運動を先導出バを形式的に独立させ、 その後1914年にロシアの保護領としたタンネトゥバの国旗1917年のロシア革命に伴う混乱はトゥバを再び独立させた1921年にロシア共産党によって一般的にはタンルトゥバと呼ばれているトゥバ人民共和国が建国されたトゥバ人民共和国は1944年にソビエト連邦に 自治州として編入され、1961年には、トゥバ自治ソビエト社会主義共和国として、自治共和国に昇格した。1992年3月31日に、トゥバ共和国は、ロシア連邦条約に調印し、ロシア連邦の連邦構成主体となってからは、共和国の名称もロシア語表記のから、トゥバ語表記のに変更された。中華民国は、 現在でもトゥバが自国領であると主張しており、最近まで発行されていた完成の中華民国全図には、自国領として中華人民共和国統治区域、モンゴル国などに加え、トゥバが含まれていた。当時の地図では、党を務むガラス領海という表記であった。二0 1年の国勢調査では、居住する民族の割合は、トゥバ人セント、ロシア人セント。 はかす人0.3%、その他1.4%であった。ロシア国内で最も合計特殊出生率が高い地域であり、2014年の出生率が3.49人となっている。ツバの炭鉱主要産業は鉱工,工業であり、他に金属加工や食品工業、林業、畜産、毛皮重捕獲などがある。工業生産の大部分は主婦崩ると、 悪イコールドブラクに集中している。非鉄金属、貴金属、石炭、アスベスト、鉄鋼、金、銅、イリジウム、キララ、岩塩、グラファイト、大理石、マグネサイト、硫黄政府議長は、ショルバンカライコールオール。かつては、首相職も設置されていたが1992年に廃止されている。直轄地が2都市と17地区からなる。 1936年発行の8個ペイ限って、ロシア国勢調査人口と分布、16、ぜ、https コロンスラッシュ www.gks.ru f ラッシュフリー、ドク、ドク2018、ブールドクター、ムンオブラ2018、ロア2019年12月7日閲覧、ロシア国勢調査人口と分布、 w or l d st a t e s m e n.org アドミニストレーティブディビジアンスオブザロシアンフェデレーショントゥーバ w or l d st a t e s m e n.org 2017年4月13日閲覧プーチンの大統領強い指導者アピールシベリアの湖で釣りや水泳水温17度以下で2時間近く魚を追い続けた 産経新聞ニュース。http://www.sankei.com w o r l d n e w s 170310スラッ r 1 7 0 3 1 0 1 1 1 n 1 h t m l ありがとうございます。